箱根新道は神奈川県足柄下郡箱根町の湯本から箱根峠までを結ぶ国道1号のバイパスである。全線が指定区間。また、全線が自動車専用道路のため 125cc 以下の二輪車は通行禁止。かつては中日本高速道路株式会社が管理していた一般有料道路であったが、料金徴収期間満了により、 2011年7月26日から、高級的に、無料開放されている。箱根新道の旧料金所無料開放後、料金所の施設は、撤去されている県道732号の七曲がりと、箱根新道古くからの温泉観光地である、箱根湯本や甲羅などをバイパスし、当時観光ブームであった足の湖周辺へのアクセス改善及び、 静岡方面との幹線道路としての国道機能を改善する目的で、1962年3月31日に、京葉道路に次ぐ全国で2番目の自動車、専用道路として開通した。本線は、2車線の対面通行である。箱根の山は、天下の県の言葉は、箱根振動においても、例外ではなく、約1 4トルの道路の両端で7 8 0ルもの、 高低差があるために最急勾配区間は8%にも達し、他の全区間も急勾配が続く。このため、下り線には途中4カ所に途半車線が、上り線にはブレーキ故障車用の対比書が多数設けられている。また、降雪時のタイヤチェーン規制時は全車チェーン装着規制となり、スタッドレスタイヤ装着車もチェーンを着装しないと流入できない。 この際大型車両は並行する箱根地区の一般道路と同様に前輪にチェーンの装着が必要となり、さらに大型車のみ通行禁止の規制が実施されることもある。2010年6月28日からの無料化社会実験では本道路が無料化対象となり、2011年6月19日で一時凍結されるまで無料となった。1995年に スクモ川インターチェンジが供用開始した際の改定によって料金徴収期間は2012年1月30日までと定められた。しかし2006年以降の料金収入増加に伴って検討された結果、翌月の7月25日を償還期限として再改定され、社会実験の終了から約1ヶ月後の7月26日に無料開放された。 無料開放に伴い、管理が、ネクスコ中日本から、国土交通省横浜国道事務所に移管されている。有料当時の通行料金全線均一料金制、料金徴収区間は、山崎インターチェンジから、箱根峠 IC までであったため、箱根峠 IC 足ッシュの湖体管 IC のみの、区間利用の場合に限り、通行料金は徴収していなかった。 2009年3月28日から2010年3月31日まで深夜割引などの ETC 時間帯割引が社会実験として導入されていた。ありがとうございます。